女性がつけてるといいなと思う香水ありますか？あのね、俺ね、昔マジでめちゃくちゃエロい女と付き合っとったことがあるっちゃんね。むちゃくちゃエロい女と付き合っとったっちゃん。俺がその時何歳だっけ、あれはでも美容専門行く前、いや俺が全然や、レペゼントがなる前か、あれ。うわってことは 18歳ぐらいの頃に、なんかね、多分ね、23とかの女と付き合っとったっちゃんね。バリチチでかい今井花みたいな女と付き合っとって、もうこんな、もうマジあいつ飲みかっぺたな。 G カップとか H カップの今井花激似でめっちゃスタイルいい、バリクソ可愛い。しかも俺当時18で向こう23とかせ、やばくない？バリクソエロいやん。そいつがマジで、あのプラダのね、あのキャンディーっていう香水を使っとって、もうその匂いがね消えん、頭から。マジエロかったあいつ。そいつがね、ずっとプラダのキャンディーっていう香水使っとって、やったと当たり前やろお前、セックスばっかしとった。うわー、なんで別れてやったかな。なんか浮気されて、俺が向こうの原付破壊して別れた。忘れた、あんま覚えてないけど、多分向こうに浮気されて、俺がブチ切れて、そいつが乗ってきた原付破壊したっちゃう、ボーンみたいな、原付破壊して別れた。多分そうやったと思う。いい女やったな。マジであれはいい女。その今やったらいろいろやりようあるけど、この18やけん。ガキやったな。マジいい女やったよ。つるんできた女はいい女しかおらんけんな。